ら行け。公爵のピチッコに何するんだ。はあ、聞いたか。おかしな場所だ。終わったのか。ありがとう、ウィッチャー。金をもらってる分の仕事をする、それだけだ。
けてくれ。来たお、はい。命の恩人だ、無名の騎士よ。お名前は？名はゲラルト、リビアのゲラルトだ。ありがとう、ゲラルト殿。悪党どもが薬草園をめちゃくちゃにしようとしたんだ。ハンマーを持って追い払おうと思ったんだが、悔しいことに相手が多すぎてどうにもならなくてな。まあ、こぼれたワインを嘆いても仕方ない。ベルメンティーノまで一緒に来てくれ。鎧の修理とかそんな要望があれば金床を叩いてやるよ。案内してくれ。さあここだ。何かお役に立てるかな。ブドウ園の全盛期は過ぎ去ったようだな。確かに昔は良かった。問題は盗賊だけじゃない。どんどん増える巨大な寄生植物とも向き合わなくちゃならない。マチルダ様が全力を尽くそうとしても、みんなが怖がって仕事に出なければ何もできない。ありがとう。またな。やられたか。よく
この地に来て問題を解決してくれた。ありがとう、ウィッチャー。その調子だ、ローチ。スポアに殺されたようだ。手紙と鍵か。こんな場所に。面白くない。面白い。さっき見つけたものに加えてこの内容、2つの武道園での問題を引き起こしているのは同一人物だ。手紙に書かれていた場所を見つけよう。この鍵で開ける扉の向こうで重要な手がかりが見つかるはずだ。栽培する輩がいるとは。胞子を取って数を増やす前に灰にしなくては。2つの武道園の妨害効果が使われていた
レシピ伯爵にいろんな証明してマチルダとリアムに伝えよう。